皆さんこんにちは。いつまでも若くアラフィフを代表する美魔女の一人といえる若村真由美さん。その若村さんの元旦那は宗教団体の会長をされていた方であったため、世間でも大きな話題を呼びましたが、その結婚生活にまつわるエピソードも多数あり、様々な憶測を読んでいます。そこで今回は岩村さんが宗教団体の会長と結婚した理由を、これまで公になった情報をもとに考察してみたいと思います。またお子さんについてもご紹介いたします。まずは若村真由美さんの経歴から見ていきましょう。若村真由美さんは東京都出身の1967年1月3日生まれ、現在年齢は57歳。トライストーンエンタテイメントに所属しています。若村真由美さんは淑徳高校卒業後の1985年俳優養成所無名塾に所属し、役者活動を開始しました。1987年には連続テレビ小説「8歳先生」のヒロインに抜擢され、主演としてテレビドラマデビューしました。翌年放送のドラマ「飢餓海峡」でも大きな注目を集め、1989年のエランドール賞新人賞を受賞しています。以降もさまざまな映画ドラマ舞台に出演し、紀ノ国屋演劇賞、日本アカデミー賞、ギャラクシー賞などで多くの賞を受賞しました。また2008年からはドラマ「科捜研の女」に出演し、解剖医の風岡さつきを演じ続けています。若村真由美さんは練馬区立豊玉小学校に入学しました。そして5年生の時に八坂村立八坂小学校に山村留学しています。ホームステイ先は農家で、ずっと農作業の手伝いをしていたと明かしています。こちらの学校は2023年3月に閉校しました。小学校卒業後は練馬区立豊玉中学校に進学しました。中学時代は3年間生徒会役員を務めていたそうです。中学校卒業後は淑徳高等学校に進学しました。現在の偏差値は57から70と言われていますが、当時の偏差値は50代でした。高校1年生の時には史上最年少で日本舞踊坂東流の名取となっており、若村真由美さんは日舞の仕事で生きていくのかなとぼんやり思っていたそうです。一方で蕎麦職人にも憧れを抱いていたことから、都内のさまざまな名店で蕎麦巡りをしていました。高校卒業後は進学していません。大学への進学も考えていたものの、演劇の世界に魅了され無名塾のオーディションを受けたことで女優の道に進むことを決めました。若村さんは3歳の頃から日舞を習い、15歳にして当時の最年少で日本舞踊坂東流の名取となりました。そして17歳の頃、仲代達矢さんのいる無名塾へオーディションを受け合格し、芸能人生活をスタートさせます。その後は大河ドラマや「科捜研の女」等数多くの映画やドラマに出演するようになりました。若村真由美さんがご結婚されたのは2003年9月のこと。そのお相手となったのは小野兼弘さんという方です。大変ふくよかな体型である小野兼弘さん、180kg もの体重があったそうです。自力で坂道を登ることができず、重度の糖尿病も患っている方で、当時はどうしてこんな人が若村さんほどの美人と結婚と大変話題になりました。2人は知人の紹介で1994年頃に出会い、交際するようになり、結婚約1年半前の2002年の後半あたりに結婚を意識するようになったそうです。このことは2004年2月に若村さんが開いた会見によって発表されたのですが、なぜ結婚から半年も経ってからなのか、その背景には少し事情があったのです。それは旦那の小野さんが宗教団体釈尊会の会長であったこと。一応表向きにはお互い忙しく発表の日取りを探していたところだったというのを発表が遅れた理由にしていますが、やはり宗教に関連した人物というのは日本ではあまり良いイメージを持たれないことが多いので、若村さんおよび彼女の事務所もそこを懸念したのはおそらくあるでしょう。またその会見での若村真由美さんの様子を奇妙に感じた人が多く、ネットでは洗脳された、目が完全にいっちゃってるなどと大きく取り上げられます。若村麻由美さんは会見で、私のことを私以上に理解してくれる人に出会った、婚約指輪は小野さんのお心よりは小さいダイヤ、プロポーズはお釈迦様の前ですと発言しています。洗脳されたとまでは言えないかもしれませんが、プロポーズはお釈迦様の前でといった発言など怪しい部分もある、非常に奇妙な会見となりました。なぜか遅れてしまった会見ですが、他には理由はないのでしょうか。小野兼弘さんについて知る上で一つの鍵となってくるのは渡辺謙さんの前妻である由美子さんにまつわる噂です。由美子さんはかつて数億円という多額の借金を抱えていたそうですが、その借金の理由というのが、何を隠そう小野兼弘さん率いる釈尊会であったというのです。由美子さんが釈尊会に入信していたため、釈尊会に対してお布施を繰り返していたとのこと。しかしその背景には理由がありました。旦那である渡辺謙さんの白血病を治そうと、藁にもすがる思いで釈尊会に入会し、多額のお布施をしたのです。その結果、渡辺さんは白血病を克服したため、由美子さんはますます釈尊会の神秘的な力を信じるようになり、のめり込んでしまったというわけです。これが直接的な原因で、渡辺さんは由美子さんと離婚することになりました。2人が離婚した別の理由として、由美子さんが渡辺さんと若村麻由美さんの不倫を疑っていたという理由もあったと言われています。とはいえ、ちょうど疑いをかけていた時期に若村さんは小野さんと結婚をされているのですが、これについては渡辺謙さんとの不倫疑惑をもみ消すための偽装結婚だったのではないかという見方もありました。真実ははっきりと分かりませんが、子供たちは渡辺謙さんよりもむしろ由美子さんに肩入れをしているのです。これが由美子さんのただの妄言だとしたら、おそらくその子供も味方はしないでしょう。ご存知だと思いますが、渡辺謙さんの子供は渡辺大さんと杏さん、2人とも俳優女優として芸能界で活躍しています。その2人が2人とも渡辺謙さんに対して全く良い感情を持っておらず、それどころかしばらく確執状態にありました。結局、世間的には宗教団体の会長というと印象が全く良くないので、なぜわざわざそんな人と結婚したかといえば、遺産目当てかと考える人も少なくありません。では実際のところはどうなのでしょうか。小野兼弘会長は釈尊会における圧倒的な存在であり続けましたが、2007年4月18日肝不全のため54歳で亡くなります。結婚からわずか4年後のことでした。その時、全てが発覚することとなります。当時の報道では、莫大なお布施など明らかにとんでもない額を稼いでいるので、遺産は億単位あると言われていたそうです。しかし現実は全く違っていました。小野さんの料亭好きは有名で、1回で100万円の豪遊は常であり、新橋の料亭には6000万円以上のツケを貯めて訴訟沙汰になったこともあったそうです。さらに身内に対して3億円もの借金もあったのだとか。また54歳で病死した小野さんですが、若村麻由美さんとの結婚は3度目だったそうです。1度目は学生結婚で1年半で離婚、2度目は離縁の人で3年半で離婚、子供も7から10人くらいはいるとのこと。また20代の頃にはご実家から100万円もの仕送りがあり、若い頃から銀座での豪遊を目にされています。この辺りを見ると、結局ただの女と金の亡者だったのかと思えてきます。また若村さんとしては教祖の妻として引き継ぐことはもちろん、信者も若村さんを後継者として認めるわけもなく、最終的に東京家裁に遺産放棄の真実書を提出しました。釈尊会は小野会長亡き後、事実上解散となっています。こうなると、なぜ若村さんはこのような人と結婚したのでしょうか。やはり不倫隠蔽のためだったのでしょうか、それとも財産目当てだったのでしょうか。いずれにしても、あまり内面をしっかり見ての決断ではなかったのではないかと思えてしまいます。一応結婚当時の理由としては、誠実で人情深く少年のような性格に惹かれていったと語っていますが、少年のように自由奔放に自分の好きなように生きて去っていったように感じられます。そして誠実で人情け深いという部分は、愛しているはずの妻に一銭も残さない時点でかなり怪しく感じます。わずか4年で幕を閉じた若村さんの結婚生活ですが、小野さんとの子供はいません。結婚後もすぐに別居生活が始まったという噂もあります。ですが若村真由美さんが白の巨塔の撮影中にぶつぶつ念仏を唱えている姿が目撃されたり、遊び歩く小野兼弘さんへお金を貢ぐなど心酔しきっているご様子だったそうです。また悪い霊を払う儀式として若村真由美さんを全裸にし、小野兼弘さんが全身にお経を書いたなどの話も週刊誌に取り上げられ、性の儀式と話題になりました。まさに謎だらけの結婚生活です。小野さんとの間にお子さんは恵まれなかった若村真由美さんでしたが、実は隠し子がいるのではと以前より噂されていました。お相手は歌舞伎俳優の松本幸四郎さんです。小野さんと結婚される何年も前にこの噂があり、小野さんと結婚したのはお子さんの養育費を確保するためなのではとも噂されていました。また若村真由美さんは現在も再婚されていませんが、その理由としてレズビアン疑惑も上がっています。元宝塚トップスターで現在も独身の天海祐希さんと以前より関係が怪しいと噂されているようです。本人たちは至って普通の友人関係だと主張していましたが、お二人と仲が良い加賀まりこさんからは裸の付き合いであることを暴露されており、また同棲を勧められてもいました。それに対して若村さんも天海祐希さんもまんざらではない様子だったことから、もしこのままお二人とも独身となった場合、老後を二人で暮らす未来もありえるのかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。